どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。檻と暗闇の森、プレイ再開していきたいと思います。さてと、この中を探索していこうか。どこかが開いたらしいのだけど、どこかな？このすぐ下のところですかね。ちょっと探してみましょう。あ、いやいやいや、危ない。本当に危ない。あ、ここだ、多分、重々白、ここだ。行ってみよう。来ましたよ。うん、一応ね、こういうことだよね。あれレーザーどっち？あ、レーザーじゃない。はい、カモン。間違えた。おっしゃ、危ない、本当に危ない。痛い。よし、これを有効活用しよう。はい、もう一発。よし、ナイス。ああ。だよね。あると思いました。とりあえず、こっちで間違いはないんだな。あれがいいよね。この打撃を使用した後、またジャンプができるんだよね。二段ジャンプとか三段ジャンプが。三段ジャンプを持ってるおかげで架空時間が長い。いやどうしよう、本当にどうしよう。届かないよ。向こう側まで行きようがないな、そこ。着いたら速攻左だ、あそこ。やっちまった。よいしょ、打ってこい。おっと、すいやっさ。ダッシュ。私は先を急いでいるんだ。行かせてもらおうか。おっと、危ない。はい、チェックポイント、待ってました。なにこれ。 OK、 wait、 なんかあるで。おう、OK。 これでまたどこかがせき止められて通れるようになったよってことだよね。あそこどこだ。力が溢れてるような感じのマークになってるけど何もないんですね。わかります。危ない。ここでもう一回セーブをしておいて帰ろう。全力で帰ろう。間に合うはずだ、きっと間に合うはずだ。ここからが問題なんだけど。やばい。まあね、セーブしといてよかった。さて行こうか。ほんとあそこ一回は打撃使わないと無理だね。ダメだ、なしで行こうと思った俺が間違っていた。はい、カモン打撃。はあ、よかった。お前らそのためにいたのか。なんていいやつら。はい。よし、帰れた。よかった。セーブ。で、どこだ？この下のここですよね、多分。多分、きっとおそらくメイビーあそこだ。行ってみよう。はい。で、ここだ。間違いない。ただ、ドアがないな。下の方でしょうか。ですね。さあ、できましたよ、と。次は一体どんな試練をくぐり抜ければいいのだろうか。あれ、この中央のやつでもしかして当たると死ぬ？柱みたいなものがね、あるじゃないですか。多分あれ当たると死にますよね。いや、いける、大丈夫、いける、俺ならきっと。どういうこと？おっと、能力のやつじゃないか。やったね。これでまたどっかの溶岩がせき止められるのか。あ、やばい、終わった。あ、セーブされてるや。最高だね。よかった。はいはい、これでちょっとショートカット。やばい、あいつ邪魔。はい、終わった。またこのパターンか。頑張るよ、俺。俺ならいける。
きが簡単すぎると思ったんだ。はい、よっと、えいやっさ、間に合うか。間に合った。ふう、ひどい目にあったぜ。セーブして、で私は一体何をすれば。あ、この下ね、任せて。あ、終わりじゃないんだ、まだあるのか。帰らせてほしい、とても帰らせてほしい。レーザー撃ってきてるよ。あ、下にある能力セルは無視しようね。あ、痛い。はいはい。あ、ここ当たんないのか、よかった。嘘でしょ、ここも帰れ。あ、違うやん。ならいいのさ。あ、セーブされた。あ、痛い。 あそこダメだ。急いでいかないとダメなやつだ。気をつけないと。やばい。おお、当たらなかった、よかった。あれ、あの下通れないよね。これでクリアだよね、多分。こっち何もないですよね。あ、ない、気のせいだ。よかったよかった。おっと、さて、一回外へ脱出で、俺はどこへ行けばいいんだ、この下。あ、おっと。はいはい、ムシムシ、お前はムシ。ふむふむ、あれ、どこが開いたんだ、溶岩。ここ左側が全く出なくなった感じだけど、この下にはどちらにしろ降りられないよね。ここ通れるようになりましたよってだけだよね。へい。うん、そうですね、ここは通れない。そっか、多分分かりましたよ。ここ溶岩流れてたの止めたじゃないですか。次はこの右上の溶岩が出てくるところを止めろってことなのではないでしょうか。でも、どうすればいいんだ、上行けるのかこれ。喉の調子が悪い、半端じゃない。よいしょ、皆さんも風邪をひかないようにお気をつけください。ホビドは年中風邪ひいてるけどね。おいしょ。このまま右の方は溶岩出てて通れないんだよね。だね。ではおとなしく右の方かな。ちょうどヒットした瞬間打撃を当てたってことか、さっきの色がおかしかったもんね。ここも行けない。へい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 。登っているけど合っているのだろうか、ちょっと心配。合っていない気がすごくする。で、まあここに来たのはいいんだけどと。はい、やった。あ、やはりか。なるほど、来れて俺が気づかなかっただけか。おお、外めちゃくちゃ燃えてるで。あ、こっちの方に来てただけか、彼らは。じゃあねと言ってますね。ナルっていう名前なんだ。この前にも言ってたけど忘れてたよ。こっちにわざわざ来てくれてるんだ。なんていいやつらなんだ。なんかグッドエンドであってほしいよね。アウト。よし、頑張るよ。一気に降りろってことだろこれ。だよね。心が折れそうだ。あそこにもあるよ。はあ、よかった、三段ジャンプ持っててよかった。これ落ちますよね。
オリ、この岩不安定のようだ。この岩を使えば僕の光で溶岩が広がるのを防ぐことができるかもしれない。さすがセイン、これで外の溶岩がせき止められたってことだろう。これが本当であれば一つ目のなんだろう、この溶岩を防ぐやつだったのかな。多分一番簡単でしたよね今までで。ほらほら、フラグ立てるから。あれ、ここでもだよね、これ落ちてくるよね。あ、そっか、これを使って上に登れよーってことか。カモン、やばい、よし、オッケー。計画通り、大丈夫。あ、計画通りじゃない、全然計画通りじゃない。オッケーオッケー、ここまではオッケー。上に何かあるような気がしたけど、そんなことは全くなかった。外へ出よう。なんだ、開始とともにアイテムがもらえたぞ。さてさて、で、ここの右だよね。ああ、わお、おお、おおマイガード、おおマイガード、落ちる。あ、オッケー。計画通り、大丈夫。で、ここも岩があるな。この岩に対してこれを当てろってこと？違うな。普通に住めばいいのかな、これは。あれ、これなんだっけ？待てよ。なぜ外出たし。あ、これあれだ。モンスター倒せてか。合っていた。で、まず一つ開けました。さらにここでこの残りの敵も倒さなくてはダメかな。しまった、さらにいるのか。うまく当てられる自信がないな。この彼を先に倒したいところ。こういうことかな。ほい、違う、こいつからだ。間違ってるような気がするが、やるしかないか。あ、合ってた。こいつら全員倒せってことみたいだ。さて、残りは1体か。俺の勘違いでなければ、あの序盤の1体がラストだと思う。合ってた。これであそこの扉が開くはずだ。開いた。で、これでこの岩を落とす。これでさらに溶岩が出なくなったと。まだ2、3箇所あるような気がするな、高さ的に。そうですね、あと2箇所ほどはありそうだ。行こうぜ。やべ。オッケー。焦った。本当に焦った。ここだな。入ろう。出た。私は一体どうすればいいんだろうか。この上ではないみたい。何これ、ソーリングのチャージが終わってません。もうちょっと待て、この野郎と言われました。わかりました、待ちますとも。何これ、当たるとアウト、一発アウト、当たると一発アウトの何かにしか見えない。これはあれか、柔軟にここをなんとか通っていけということだろうか。これ落ちると本当にアウトな気がするんだけど。痛い。ここにソウルリンク作ってと。落ちるとこだった、危ない。はい、で、こうだろう多分。はい、何これ。ああ、そういうことか。セーブをしました、戻れ。考え中、ちょっと待って。あ、ダメだ、通れない、間に合わない。一回戻そう。これをうまく壁として利用しつつ上の方に行けということのはず。おい、よし、
go。 これどんどん速くなっていくとかそういうあれじゃないよね。そんな気がしてきたけど、はい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 、おっと危ない。であまり上に行くとそれはそれで危ないので降りよう。はい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 、はいはい、痛い。これは落とせばいいのかな。どこまで落とせばいいのだろうか。ほほう、これだけで十分か。では下の方まで戻っていきましょう。この炎がなくなってくれたのが一番ありがたいよね。とはいうもののここからやはり帰らないといけないから、どちらにしろちょっと面倒なのだが、帰りはどうなんだろうか。あれこれどうしようかな、こうかな。帰りは要はこの赤い玉みたいなのに当たらなければいいんだろう。任せてくれ、痛い。でこれがラストかな。おそらくその後下の方にアイテムがあるから、あそこのアイテムとかを取ることができるようになると思うんだけど、要は溶岩が全く下に行かなくなって溶岩がなくなるのかな。これレーザーどっち、レーザーだレーザー。ああここあれか、早く思考しろってところかな。そういうやつっぽいよね。ん、待て、どういうことなんだこれは。一体これは、そうか分かったぞ、こういうことだ。でこちらへ渡ります。でとりあえず一旦セーブで、同じことをこちらでも繰り返して先へ進めよってことだと思う。こんな感じか。こちらにスイッチがあるのでちょっとテスト。どうなんだろう。おっと、上の方に能力のやつあるけどぶっちゃけいらないかな。あ、そっか、これじゃダメだ。あの能力が取れるところに置かないとダメか。あー、やばい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 、危ない、本当に危ない。俺、あ、痛い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 、そっちじゃないそっちじゃないそっちじゃないよ岩さん、こっちですよ。あー、やっちまったやっちまった、なかなか言ってくれないな。はい難しいな。さてやってみるか。よし、ふう、こんな感じだろうか。 Go。 でこちらに再度ソウルリンクを念のため作る。敵を倒してどんどん進むぜ。おっと、意外と早い。ああ、そうですね、下の溶岩のところがなくなりましたね。やばい、間に合うだろうか。あ、間に合ったすごくギリギリで、下の方に降りていけばいいはず。大丈夫か、どこまで降りていいのやら。おっと、ちょっとダメージをもらってしまった。下の方は危ないな、上登ろう。どういうことだ。あ、左側の方から進めるっぽいですね。行ってみましょう、ここだ。ああ、なるほどね、敵を全員倒せよってやつか。しかしこのタイプ久しぶりだな。あ、死んでしまった全く HP が減ってるのに気づかなかった。そんなにあいつらダメージ高いのか。あいつらの攻撃ね、ダメージがかなり高いみたい、気をつけないと。
感じでいいのだろうか。こいつだけでいいのかな、倒すのは。あと一発かな。おっと、開いたか。よし、セーブ。どちら、どちらに行っても嫌な予感しかしないけれど、こっちのようだ。スモーカー、セーブを。安全な場所ないとソウルリンクは発動できません。困ったな。マップを押せない。これはラスボス戦な予感がしてきたぞ。火のエレメントまであと一息だ。エレメントが復活すれば彼女の怒りが引き起こしたことも元通りにできるはずだ。やはり来るか。だよな。ゲームがセーブされました。オッケー、行くか。なんかここで待ってると死ぬ気がする。ほんどいてよかった。だよね、安全な場所ないとソウルリンクはできませんと。これ急いでいるけど急いじゃっていいんだよな多分。おお、なんかうまいこといけているんだけど。あ、こうか。やばい、初のもたつきが発生しましたよ。あ、終わった。ここまで戻されるのか。しまったな。よいしょ。とりあえず先がどんな感じなのかが見えたので対処しつつも進もうか。この中間地点的なところでソウルリンク貼れないのかな。多分ダメだよね、方向とかだよな。ダメか。まあ一気に駆け抜けろってことだよね多分。こっちだよな多分。だよね。ほっと、アピラネヤさんチーズ。痛い。これあれか。あ、そっか、登るやつか。あ、これやってなかったら終わってた、もしかして。やばい、やばい、終わった、終わった。またここからなのか。途中でチェックポイントが欲しいですね。これがおそらくラストではあるんだろうけど、精神的に来るものがあるよね。ラストだからしょうがない。いや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 、痛い痛い。嘘でしょ。やはりもたつくとやられてしまうみたいな。これは一気に駆け巡らないとダメか。あと何回か死にそうだな。どこがゴールかっていうのもわからないのが精神的に来るよね。まあ早めに着いたらフローは問題なく向こう側に行ってくれるってことか。またここで同じところでもたついていますね。ここだ、間に合った。ここは大丈夫。ここはね、それほど問題ではないんだけど。どういうことここ。あの木に打撃、木じゃない、ごめん、岩に打撃をやろうとしているんだけれど打撃が通じないんですよね。俺の押し方が悪いのかな。何か気づいていない、もしかして。多分それが一番可能性高いと思うんだけど、ちょっと
もう一回あそこについて観察してみないと。やばい、いける。ほんと三段ジャンプを持っているから一定のところは行きやすくなっていますよね。場所にもよるけれど。はい、ダッシュダッシュ、帰るよ。近い。ここで行けないんだよね。あ、行けるや。あー、まあまあそれで行けるんだったらいいんですよ。さっきやってたのに行かなかったから多分俺の押すタイミングがおかしかった。絶対それなら、よしならよしよし、今度こそ。しかし難易度が絶妙だな。やってて面白いですね。あ、三段ジャンプあるから届くや。おっと、ここいつも忘れるんだよな。はいはい、ピラニアさんを倒し進むぜーっと。痛い。はい、失礼しました。あ、やばい、間に合うと思ったんだけどな。心が折れそうだということも結構ないんですけどね。あ、やばい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 、変なね、変なミスの仕方をした。転ばってね、早く行こうとして逆に変なところでやられてる感じ。気をつけないと。あ、ダメだ、絶対間に合わない。よし、でここが右側へ飛ぶところと、ここが俺が得意なところ、その1。得意というかね、あんまり気にせず落ちるだけでいいのでそんなに難しくないんですね。ここのところだけは、ここだよね、ザ問題の箇所1。やべ、これでいいのか。あ、ラストだった、よかったよかった、あそこラストで。オーリ、お願い、起きて。ナールが来るんだろ。精霊島でもう少しだ。あの木が残された最後の希望なんだ。あ、普通に行けますね。行くで。精霊樹が近い、あと一歩だ。ニブルの森が生き返るよ。飛んでいくのか。だよな。どうなるんだ。ああ、ナルを使いますね。久しぶりのジャンプが。ジャンプじゃないよねこの人
どうするんだ。結局彼女自身が戻したのか、あの卵を救うためにってことですよね。さすがに近すぎるか。悲しいな。あいつはあいつでね、悪いやつじゃなかったんだけど、ただ子供たちを守ろうとしていたというね。これで光が戻ってくるのだろうか。おお、いいですね。しかし本当に美しいな。書き込み方が半端じゃないよな。そして主人公は、今こんなことを言ってはいけないのかもしれないけど、リロとスティッチに出てくる あいつの誰とは言わないけど、あいつの白いやつにしか見えねえな。あいつ結局友達になったのか。いいね。絵にさっきのグモ族が追加されていますね。グモ族とフクロウの絵もあるな。いいね。おお、卵の殻が割れましたね。これでとりあえずのエンディングということのようですね。そうですね。いやー、とても素晴らしいゲームでした。ゲームの内容だけではなく、このアートワークも本当に素晴らしい。この木をね、木の書き込み方がすでに半端ではないですよね。さらにこの BGM、 歌、フルオーケストラというタイプのものなんですかね。本当に素晴らしい曲ばっかり。ステージ中の曲もそうなんだけど、このエンディングのところもね、すごいかっこいい歌ばっかりでした。ゲームの内容も難しすぎず簡単すぎずで、すごくやりごたえのあるゲームでした。ぜひ皆さんもね、機会があったらプレイしてみてください。さらにやろうと思えば、やり込みプレイでね、あの能力を全く取らずにプレイとか、死なずにプレイするとかということなどもできるので、すごくおすすめです。さて今回でね、名残惜しいのですが、オリと暗闇の森実況プレイ最終回となりました。最後までご視聴ありがとうございます。コメントや感想、チャンネル登録などをお待ちしております。 Twitter なども登録していただければ、実況プレイの動画のね、見逃しがなくなるかと思います。デメリットとしては、ホビ動画たまに意味不明なことをつぶやいたりとかしていますけどさて、では改めて最後までありがとうございます。次のゲームでまたお会いしましょう。ホビドワでした。